はい、どうもー、はい、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はね、皆様、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けました、明けましたよ。今年もよろしくお願いいたします。木島です、よろしくお願いします。本日、今年の一等最初の一発目、さあ何の動画にいたしますか。こちらでございます。はい、ホーナー弁当インスパイア丼でございます。卵3、唐揚げ大量、唐揚げ大量でホーナー弁当インスパイア丼でございます。今年も間違いないです。今年も間違いなくいい年になる。ああ、大気がいます。ありがとうございます。さあ、その前に本日こちらでございます。いや、楽しみだね、楽しみだ。お久しぶりのホーナー弁当インスパイア丼。はい、乾杯乾杯乾杯。もうね、高鳴る、踊る。卵ね、最初ね、2個にしようとしたんです。2個に。でもちょっと待ってくださいよと。お正月ですよ、お正月。一等最初の一発目、縁起のいい3でいこうじゃありませんかということで残したわけです。お気づきでしょうか、あの大唐揚げ大会の唐揚げでございます。大唐揚げ大会の唐揚げでございます。このために作ったんです。このための大唐揚げ大会だったんです。いや、ちょっと肉からいきますよ。お久しぶりの、あぶらぶら、ホーナー弁当インスパイアの、はい、これがその肉でございます。厚めに切っております。見習ってインスパイアですから、見習ってね。さあ、いただきますよ。うん、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 あー、美味しいね。うん、このエキスが染み込んだご飯がまた美味しいこと。何十個前か分かんないって何回も言ってますけど、その米です。あたす、唐揚げいきます。うん、うん、うん、エキスをつけて、うん、うん、最高だな、思い出すな。思い出すな。ああ、ホーナー弁当思い出すな。あの米の方まで押し寄せてくるあのホーナーエキス、あの半透明の赤い色のあのエキス、そして薄めの、いや濃いんですけど、薄めのエキスの半透明の下にザラザラトロトロと濃いめのエキスの層。ああ、思い出すね。全然違うけど、これ全然違うけど、でも美味しい。
最高ですよ。うん、うん、違うんだけど、僕自身がね、僕今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今まで本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。本当に今年も元気いっぱい、木島今年もね、右肩上がりの絶好調ですから、うなぎ登りのいいこといっぱいありますよ。このいいことを僕は皆さんにちゃんと独り占めしないで、お裾分け共有しながら生きていきますからね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。編集一本終わりました。何の話か忘れちゃいました、ごめんなさい。いや、しかし、そしてそうそう、自分がどんだけオーナー弁当が好きかっていうのが、愛してるかっていうのが、これ食べてて伝わってくる。この料理、この料理、これから僕自身に伝わってくる。どんだけ好きかっていうのが、人参です、人参です。うん、うん、うん、この歯応えはいい線いってるでしょ。どんだけ愛してるか。あ、復活させたいな。復活させたいな。おいしいな。でもこれでもおいしいんだから、あれがどんだけおいしかったかという話ですよ、そりゃ。あ、ごめんなさい。オクラの唐揚げもスライドしましたから。うん、うん、おいしい。だってこの唐揚げだってまだね、揚げ直したんですよ。レンジでチンするだけじゃなくて、もう一回油くぐらしたんですから。ちょっとでも美味しく食べたいなと思って、あの、ごめん、ごめん、ごめんなさい、あの、ごめんなさい、あのお弁当屋さんの唐揚げにはもちろんかないませんよ。ほっかほっか弁当、カリアド天山にはかないませんけども、おばい、もちろんかまわないけどね。あの透明のパックに入ったあの唐揚げ美味しかったなね。唐揚げだけでも変な音だった。美味しかったけど、やっぱりこうやってこうやってオーナー弁当のエキスにさ浸して、エキスつけて、あー、本当美味しかった。もちろん B 弁当生姜焼きと一緒のも美味しかったですよ。美味しかったそれはもちろん美味しかった。あ、やっぱここにしてよかったな。そろそろ一個ぐらいは行きたいな。でもこれ買っ
対するところないか、ちょっと今、ここで今、作ってますから、今ね。あー、ここの、この油のところは、あの方のエキスっぽい。この方の、こっちのところは、それっぽい。はい。1個もうそのままいきます。あ、参考にしてよかった。今年は正月から縁起がいい参加のスタートです。唐揚げは5です。ここです。うわ、このエキスはやばいな、これ最高だな。熱いな、熱いな、熱いな。うん、よいしょ。いや、米も結構たっぷり入れたつもりだったけどな。おかずの量が多いもんだから。調整したんですよ、あふれないようにこんぐらいだなと思って。させなきゃいかんな、このラベント。今年はこうやってこのホーナーベントインスパイア丼からスタートできたわけですよ。いつも通り常に毎年で、これですから。右肩上がりの急上昇、絶好調の木島ですから。そうそう、本格的に乾杯、乾杯、乾杯。そうですよ、ホーナー弁当復活させなあかんな、考えんとな。ここでいきます、君いきます。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。これがまた美味しいんだよな、これがまた美味しいの。よくあのお弁当屋さんでもね、丼にしてもらって卵つけてもらってとかしたんですよ、動画では。まあだから動画にする前だね、動画で投稿しだす前、はい、しだす前によくやってた。特によくやってた、その頃に。
動画でやったらさ、みんながそうやって真似してそれお願いしたらメニューにないあれだから、正式メニューには大変だったらあれだなと思ってやりませんでしたけど、よくやってた。あれ美味しかったもんな。こうやってね、黄身と、うん、うん、あー美味しい。あっこわ、あー美味しいな。肉あと何枚あんの？これも最後の一枚もしかして？いや最後の一枚ですか。そうですか、まだ早いね。じゃあ食べるのは唐揚げ。今年はネズミ年、ネズミ年らしいですよ。最初のネウシトラウの最初ですよ。ずーですよ。他の国では12時じゃなくて13時だと、そういう話を聞いたこともありますけどね。何が抜けて何が入ってるかは覚えてないです。キジマは羊年です。41歳。何回も言いますけど、これほど絶好調の41歳が世の中にね、果たしているんだろうかと、何人いるんだろうかというふうに思いますよ。自分でこんな絶好調な、いいのかね、うん、うん、オクラの美味しいな。オクラの唐揚げも美味しいな。あります。はい、お願いします。あ、はいはいはい、はい、ありがとうございます。あっという間、あんな美味しい。あっという間にまた次の正月が来ますよ。ひな祭りが来て、子供の日、端午の節句来てね、夏が来て、秋が来て、冬が来て、でクリスマスやら何やらね、いろいろ来て、うん、うん、
あっという間にぐる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 回転して、その回転の速度は年を追うごとに増して進んで進んで向かっ進んで向かって進んで向かってしますからね。油断大敵です。油断大敵。そして油断大敵ですけれども、教えれば教えり、船さば船し、船しだ沼いやあぶしど枕なわけですよ。教えれば教えり、船さば船し、船しだ沼いやあぶしど枕ちゅうわけなんですよ。そういうことなんです。結局は結局は忙しく、今日のメニューはこれにして本当大正解だった。ああ、美味しかった。ああ。ああ。お腹いっぱいだったな。いや、いいスタートだな。いいスタートです。東京2020 2020年黒潮遥かに明け渡り、ちゃかちゃっちゃ朝日に燃えるサンゴ礁、ちゃかちゃっちゃ自然の恵み抱きつつ、ちゃかちゃっちゃ明るく進む我が世論。ああああ、はい、ありがとうございます。東京2020って言いましたっけ、2020年新年明けましておめでとうございますの、おめでとうございますの一等最初の一発目動画、ホーナー弁当インスパイア丼、唐揚げたっぷり乗っかって、オクラのお手唐揚げも乗っかって、目玉焼きに至ってもう3つも乗っかって、
三目玉でしたよ。今年もいい年になること間違いないし、なしです。右肩上がりの絶好調ですから、皆さん今年も2020年もよろしくお願いいたします。今年もみんながねいい年になるの間違いないです。楽しんでいきましょう。はい、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、願望はチャード。